もうずっとやってる。はい、では間もなく開始です。はい、よろしくお願いします。お願いします。知ってるでしょ、リーグ1の動き。リーグ1も僕が読んだ。そう、これ録音に録音させたんだ。すごすごいな。ゲストモンパチャマ。モンパチはまだ読んでないな。でも、モンパチの清作とかしてる。そう、すごい。あの時そうやん。はい、では間もなくオープニングです。はい、リキさんマイクあげますね。リッキーキャンのレッツ深呼吸。皆様こんにちばんは。こんにちばんは。ね、まだ沖縄さんさんとね日が上がってますけど、今日は5月の10日ね、6時を回りましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、この時間本当にあの、梅雨時なんですが、非常にね、僕晴れ男なんで天気もよく明日までね晴れる予定なんですがね、梅雨間の合間のね晴れをね十分活かせましたでしょうかね。まあゴールデンウィークも終わって、沖縄の方もねかなりあのコロナの感染者数がね2000人台と感じでね、ちょっとやばい状況ではあるんですけど、まあ、またねなんか規制がかかるかどうかっていうところで、皆さんねせっかく経済動いたのにっていうことでね、なんか不安がってる感じなんですけど、まあとりあえず、日常通りね、まあ、感染対策をして、ね、過ごしていただければと思いますね。はい、ということで、今日はですね本当に久しぶりに、コロナ禍でなかなかねゲストさん呼べてないんですけど、今日はあの本当に急にお呼びしてですねあのゲストさん呼んでますので、今日はあの普段の流れとちょっと違ってですね、わちゃわちゃとお届けしたいと思いますんで、気軽にですねツイキャスの皆さんも、メールの皆さんも、何でもいいですからあのメッセージねあの自由に送ってくださいということで、1時間お付き合いください。 FM キノワンレッツ深呼吸。この放送はアスダンの天然水を贅沢に飲めるプレミアムウォーター、陸上の小さな海サンゴ畑の提供でお送りいたします。普段はだいたい5分10分ぐらいオープニングトークで、やるけど今日はもうそれなしで、もったいないから時間は。これも1時間ずっとやったの。いつもそうだよ。すごいね。一人でしょ。毎週火曜日だよ。毎週火曜日だけ一人ゲストになる時、まあ一緒にとかね。すごい、まあ、でもあの本当はアシスタントのチーカーっていう女性があの いたんだけど、今ちょっと仕事が忙しくてここ1ヶ月くらい抜けてるかな。それまではずっと2人で、あとはゲスト様もコロナ前はずっとね大体ゲスト呼んで、いろんな分野のちょっとプロのこととかそういう人からお話聞いたりとか、でこっちも知りたいじゃないですか、その道どうなんですかとかって、こんな興味本位とかで聞いたりして、でリスナーさんは勉強になっちゃう。もともとクラブハウスみたいな前ね。そんなにしてない、ね、そうそう、すごいね。もう何年だから8年。ここの開局と同時に番組8年間ずっと火曜日、うん、1回もう何回やったの。ね、400ぐらい。そうそう400。やばだから開局とえぐなんとなくだから8年来ちゃったよ、あっという間に。すごい。なんか最初はこんなに長くやる必要は絶対そうだよね。でも何きっかけ、うん、だからここの FM ギラワンが開局するっていうことで準備期間だったわけ、開局前は。でその時に僕ギネワン の国際交流協会の会長だったりとか、まあ、JC の理事長経験とかいろいろ地域のちょっと役職やってたから、あの地域のことを僕に聞きたくて、開局前に
どんなコミュニティ FM がいいですか、いいですかねって聞いてたから、それに答えてたわけ、うん、そしたら開局3ヶ月前ぐらいだったかな、リキさん番組やりませんかって来て、と思って、まあ、でも特別断る理由がなかったから、あ、じゃあ僕でよければみたいな感じで、ちょうどじゃあ、今だったら枠おっしゃれますよって言って、じゃあ火曜日の6時ぐらいかな、ゴールデンタイムじゃん。あー、なるほどね。みんながこう帰る時間帯だから車を運転。すごいね。からでも僕なんとなくから始まって、そう8年でちょっとしたらってノリで始めたぐらいの感じですよね、その話だと。そうだね。よう続きましたね。だからよ。逆にでもそれぐらいの気楽な感じで始めたから、まあ、なんか細く長くずっとやってられるっていうのもあるのかもしれない、ね。別にプロでもないしさ、素人がこうやっていろいろわちゃわちゃと喋るんだけど、でもまあ人脈があったからいろんな有名人、それでかいですよね。沖縄の芸能人とかも知ってるから。あ、じゃあラジオきっかけで知り合ったとかじゃなくて、違う違う、元々なんだ。音楽関係 の、 会社持ってたから、あで、レーベルね、はい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 、ある4人組バンドをメジャーデビューさせようと思って立ち上げた会社だったけど、すごい、共同出資でね。あ、じゃあそのアーティストのために立ち上げたんだ。そうそう、すごいねそれも。でも結局彼らはメジャーデビューできなかったから会社は解散して、レーベル会社は解散して、でもその間活動してるからいろんなミュージシャンと会うじゃない、うんうん、そんな感じで、まあ知り合ってはいた。すごい。まあ、でもだからそれが意外とラジオに生きた感じなんですね。うん、すごい、わかんないもんね。そうです。ゲストで呼んだり、そう、結構ね、有名人呼んだりとかして、沖縄ではね。え、これ今流れてる？ツイキャスの人は聞いてる。へぇ、一般のこの、そう、79.7 メガヘルツで聞いてる人たちは、今 CM とか。あ、今 CM になってんだ。音楽とか聞いてる。今だから、サンド畑の CM。ツイキャスはもう流れてますね。うん、あ、だからずっと今の会話を聞いてたよ。そうなんや。そう、あ、いきさつそうなんだ。そうそうそう、この画面がずっと。あと20秒ぐらいで。あ、入りますね。で、深呼吸。すごいわ。だから今日はどうなってんだろうと思ったら、そうですよね。今度はいきさつの話をして。初めて聞いたんだよ、多分この話。はい、じゃあ行きます。はい、どうも、レッスン呼吸をお届けしています。今日はですね、本当に昨日の今日、今日の今日かっていう感じで、ゲストさんが断乳してきましたね。断乳ってご紹介しましょう。今日名古屋から沖縄に到着しました、たくちゃんとりんちゃんです。どうも、はじめまして、ありがとうございます。こんにちは、お願いします。本当に今日の今日ですよね。今日の今日。え、何しに沖縄に来たの？な、まあ、でもあれですよ、やっぱサンゴ畑ですね、メインは。あ、そうなんだ。いや、もうもちろんもちろんもちろん、やっぱりその僕はもう何度も言ってるけど、僕の友達をずっと連れてきたいなと思ってたから、そう、それでサンゴ畑来てるんですよ。なるほど。いや、実はね、たくちゃんとはそのまあ誕生日が3月5日生まれということで、そうなんですよ、サンゴの日で、サンゴの日生まれで、でクラブハウスで出会って、で僕がクラウドファインディングサンゴ畑のね、このスポンサーの、サンゴ畑のね、クラウドファンディングやってる時に、うん、本当に大々的に協力してくれて、ですぐ、沖縄に行きたいとかって言って、すぐ沖縄に来て、めちゃくちゃ来ましたもん、その時に。でサンゴ畑も行って、サンゴの産卵まで見てね。そう、去年ね、僕拡散拡卵拡卵なんだ、混ぜて、ね、卵割ってっていう、そうそうそう、あれやらせてもらいましたからね、うん、あれはだって一般人初らしいですからね。説明では難しいけど、うん、もうあれ時間との差だった。いや、すごかったですね。何分何秒じゃないともう酸欠して死ぬから、あんな緊迫した状況ってもう僕も知らなくて、びっくり。
うん、もっとなんか、うん、ファンタジーでみんながわー綺麗とかやってるんかなと思ったらもうみんなバタバタでいやまあ詳しく専門的に話すとちょっと難しいからあれなんだけど、簡単に言うとどういう体験でした、このサンゴのこの簡単に言うとサンゴの産卵っていうのはみんな見るじゃないですか、よくテレビで、ね、はいはい、でピンクのポッチが出てくるって、はい、いやタクちゃんが実際この経験した、一般の人が経験できなかった、うん、去年のこの話をちょっと簡単に分かりやすく言えば、簡単に分かりやすく言うと、はい、あ、神様のお手伝いしてるみたいだった。全然わかんねえよ。全くわかんねえよ。じゃあやっぱその一番強烈だったのが、自然界でサンゴが受精をして新しくこう育っていくことはほぼ皆無なんだなっていうのに一番衝撃だった。あ、それね、うん、ものすごい確率でしかできないから、うん、やっぱ食べられちゃうし、うん、でそれがああなるほど、だから減ってくんだなっていうのがやっぱはっきり分かったし、うん、あとはやっぱりそのじゃあどういう風にするとサンゴのが死んでいくかとかもやっぱ聞かせてもらったから、うん、僕ら生きてるだけでサンゴ殺してんだっていうのが、うん、まあ、一番最初の衝撃ですよね。まあね、うん、絶滅危惧種ってね言われてるしね、うん、りんちゃんは説明できる？私ですか？あの産卵で思ったことです、うん、まず衝撃だったのが、もうサンゴが 0.1% しかないっていうのがすごく驚いたのと、その先にある日本の未来がもう養殖でしか食べれなくなるよお魚っていうのが、それに衝撃的で、で、あ、じゃあ私もう将来養殖のお魚しか食べれなくなるんだって思ったら、そのサンゴを守りたいと思いましたし、どうやったら増やせるか、うん、どういう人たちがお手伝いしているのかを目の当たりにして、もうこんな大変なんだなと思いました、うん、なんか自分はすごく簡単にきっと海を汚しているのに、海をきれいにするにはこんなに時間がかかって、こんなに過酷なお仕事なんだなって思って、うん、その衝撃がすごかったですね、きれいというより、うん、本当ね、まあ、僕もそんなに詳しくは知らずにずっとサンゴ畑で、あ、そうだったんだ、金城さんのことを応援してたんだけど、やっぱりこうざっくり言うとね、やっぱりサンゴはもうどん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 ね、自然界の、あの環境汚染だったりとか、いろんな要素で、まあ、気候変動もあるけど、人間がね、この、まあ、タンカーとかいろんなのでこの海が汚染されたりとかっていう、まあ皮肉な話、このコロナ禍で海がきれいになったっていうぐらいね、すごいですよね。いや本当に皮肉ないですよね。飛行機も飛んでないし、船もあの、ね、運航してないから海がきれいになったっていうね、あの皮肉な話あるんだけど、ダイバーとかも減りましたしね、それまではねずっとやっぱりどんどんサンゴ減ってた、減ってて、でサンゴってこの産卵するっていう、こう動物だっていうことも知らない人も多いし、うんうん、知らなかった。サンゴは動物で、植物やと思ってた。あんな石だもんね。海にある、うん、で動物で、ああいうピンクの、卵をね、あの毎年この時期、毎年5月から6月にかけて、しかも満月の日とかね、すごい神秘的な、産卵があるんだけど、でその卵が生まれて、じゃあそのまま、サンゴがあの繁殖するかって思ってる人が多い中で、今タクちゃんが言ったように、この精子と卵子が一緒にこう合わないと受精卵にならないし、でそれをまた、ちゃんと受精した卵を割ってあげるっていうかね、うん、そういった作業を実際去年ね、経験されたんだけど、うん、でそれもまた同じ種類の、卵と同じ種類の精子が交わるとダメって、うん、そう受精しないんですよ ね。すごい、これもすごい、すごい、どんどん確率が減っていって、うん、でそれその自然界のこの奇跡の、うん、だから、自然で 何百万個、例えば1億個っていうか1億個ぐらい卵が生まれても、うん、その中で、奇跡的に違う種類の精子と出会って受精して、うん、でそれがうまいこと割れて、あの小魚にも食べれなくて、うん、着床し、妖精が着床するっていうのはもう1億個の中で多分
何百とか、そうですよね、本当そのくらいのレベルですよね、っていうレベルだったわけ、あの話を聞いたら、状況を聞いたら、でそれをあのサンゴ畑のね金城さん、まあ知らない人いるかもしれないんで、あのまあティダカンカンっていうね映画化にもされて、今実在の人物なんですけど、ナインティナインの岡村さんがね、うん、主人公で、何年か前にね、映画化されたんですけど、でその金城さんは、まあ、自然界のそういう奇跡的なこの産卵っていうのを自分でそれを研究して、うん、もうだからあの人がやってるってことは多分あのすごいよね、しかもオンリーワンですもんね、うん、真似できないんですもんね、1億個生まれたらあの人多分、まあ、3割もっと以上かな、うん、それだけ生まれた卵はちゃんと他のね、あの受精卵、うん、精子とね、うん、受精させて卵を割って、うん、でまた幼生まで育てるまでに大変なまた苦労からね、水変えたりとか、そうやって1年で1センチとかですもんね、うん、ちっちゃな幼生になった時点で海に放流するというこの奇跡のねことを成し遂げてる人で、でそれでもう僕らももう10年近くあの支援してるんだけど、で去年あのクラブハウスでね、タクちゃんとかリンちゃんと会って、でクラウドファンディングで協力していただいてっていう流れでね、運命ですよ、うん、本当に3月5日生まれだけ、いや本当にです本当にですこんなにそうじゃなかったらこうなっちゃう、いや来てなしね、来てないね、全然ないです、うん、いやもう本当にたまたま縁があって、それこそ武田壮音さんたちとじゃあ行こうかっていう話になって、うん、もうその急展開がなかったら、うん、なかったですし、やっぱりもう金城さんの話聞いてやられちゃったんですよねね、あーし 4K の海見てみたい、あこれ一番ですね、 8K 見てみたい、 4K って普通じゃない、今のテレビですね、はい、今がプランカンって言ったもんね、あうんだからもう多分僕らが想像できないぐらいの海だから、それ見てみたいし、それをつなげたいなっていうのは一番思ったね、うん、本当ね、あの努力はちょっと本当に変態だよね、狂気の里だもん、あれ本当に絶対普通じゃない、あれは無理、でだからこそ継承できない辛さはありますよね、そうそう、うん、あのストイックさと感覚というか天才肌は言語化ができないしロジカル的じゃないところがあるので、うん、継承が難しいなっていうのがあの手伝わせてもらった時の印象で、うん、あれはどうしたらいいんでしょうね、だから普通は普通のビジネスとかさ商売とかだったら、うん、この、まあ、今 M&A とか事業承継とかっていう話もあるけど、うん、人に引き継いでいける方法あるじゃないか、うん、会社組織がもういろいろできてるから、うん、でもあの人がやってるってことはなかなか、じゃあ誰が引き継ぐのってなると、いや難しいですよね、あの精神力とかさ、うん、でしかもパイオニアなので、うん、あの人もまだ手探りなところじゃないですか、うん、こうやったらどうだろうっていう、うん、トライアンドエラーをやってる段階なので、うん、こうなったらこうっていう方程式がまだない状態だから、うん、あれ生きてるうちに方程式化しないと金城さんが、そうだよね、誰も引き継げないので、もっと多分研究者の人たちが、うん、あの金城さんのお手伝いをして、うん、ロジカル的にしてほしいですよね、ねえ、うん、それちゃんとまとめてくれないと、いや本当にあの活動を金城さんのところのサンゴ畑だけじゃなくて、そういろんなところで、ね、世界中でね増えてって産業にならないと増えないですから ね、 それお金にならないっていうところがまたね、そうなんですよ、人がやらないっていう、サンゴが増えれば増えるほど赤字になっていくって金城さんが嘆いてましたからね、そう、うん、それもおかしいよね、そうなんですよ、そこにしかも税金が使えないっていう、うん、もっともっと投入してもいいはずだし、世界中の人たちがもっともっとそこにお金を投げたらいいのに、それができないっていう、打ち出せてないってところもやっぱまだ辛いところですよね、うん、なんか捕鯨活動してるのがいるじゃない、はいはいはい、なんだっけ、なんとか、
捕鯨活動の。シー、あの、反捕鯨活動ですね。うん、シーシェパード。やめろっていうことですね。シーシェパード。シーシェパードとか。ああ、聞きますね。ああいう世界的にこの活動してる人とか、うん、でそういうところには、全世界からお金が潤沢に集まるじゃない、うん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 、だこんな感じでさ、そう仕組みがいるんですよね。本当はそうなるべきなんだけど、うん、それこそ凛ちゃんが言ったようにこのサンゴに本当に依存してる海洋生物っていうのがもうかなり多いじゃない、うんうん、そうですね。もうどのぐらい 25% 以上、そうですね、何パーセントだったか忘れたけど、うんうん、そういう小魚を守る逃げ場のあるこのサンゴ礁があって、で、それを小魚を食べるまた大きな魚がいてっていう形で生態系、海の生態系が成り立ってるからこの自然界っていうのがあるんだけど、その海のゆりかごであるサンゴ礁がなく絶滅するっていうことは、そういうこの自然界のね生態系が崩れて、どんどん魚も絶滅していく、種類も増えていくから将来的には養殖の魚しか食べれないんじゃないかなっていうね、ロジックなんだよね。でちょっと SDGs 遅いっすよね。まあね、なんか僕がそれすごく思ったんですよね。なんか地球を守るとか環境を大切にするって当たり前のことしすぎて、その本来は国連が歌うことじゃないんですよね。それめっちゃ思いましたね、はい、でそれをやらないとできないっていうのが良くないですね。キャン君コメント来てますね。ひふみさんからコメント来てます。はい、ありがとうございます。こんにちごっくんちょ。はい、ティーナパン観点映画2010年の作品なんですね、うん、知らない若い人も多いかもですねということで。ああ、調べてくれたんですね、ありがとうございます、はい、で、あの、自然を残すためには人が立ち入らないことだと思います。なので、うん、自分は残したい場所にはもう行っていませんとコメントいただいております。はい、鉄鍋最強最強ありがとうございます。メールも来てるので、はい、こちらも紹介したいと思います。ちょっと待ってくださいね。すごい。はい、バウハウスさんからメール来ておりますね。あ、はい、こんばんは、ありがとうございます。梅雨入り、お見舞い申し上げます、本日はゲストさんがお目見えになられてるんですね。短めにします。まず YouTube を最近から見ているんですが、ある経済学者があと50年後には日本という国は存在しない、人口減少で隣の国大国の名称に、内容は豊富な資源エネルギーなど、国政府は、防衛予算に6兆円組んでるが人口減少をどう捉えてる、もっと、子育てや支援や、結婚に踏み切れない層に寄り添うべきだ、サンゴの話が出てるので申し上げます。浦添海岸に、奇跡的に、広がるサンゴ、幼稚園児の、課外授業に、使われてるが、あと数年で那覇軍港埋め立てにする予定、 SDGs の観点からするべきないと思いますと。 ありがとうございます。おっしゃる通り、おっしゃる通り、本当にね、もう日本のこの人口減少っていうのはもう止まらないですからね。もう無理だよね。無理ですね。この流れは出生率と死亡率がもう完全にね、オーバーしちゃってるから、減少がもうどんどん続いていくのは間違いないし、何十年って言ったから、もうだから2050年に日本の人口が今の半分ぐらいになるって言ってるから、1億ですね。そうですね。7000人だよね。ね、6000万とか7000万。そうですね。7000って言われてますね。ね、なるって言うから、だからまあ大変だよね。そうですね。だからもう僕らの周りは基本結婚しないですね。もうできない状態ですよね。で結局収入が減ってて物価が上がってるので。自分一人の生存でギリギリなんですよね、うん、でそこに結婚して子供を産むっていうのはもうリスクでしかないので、うん、なかなか難しいですよね。昔のようにはやっぱいかないっていうのが間違いなく現実的にあって、うん、で特にもう今世の中の流れで、もうフランスなんかそうですけども、8割ぐらいが事実婚になってる流れなんですよね、うん、世の中が、うん、ってなった時に、まあ、日本もじゃあどうなっていくかっていうと、やっぱりどうしても結婚っていうもう概念がなくなっていくというか、もう文化が減っていくっていうのに近くなってる感じなんですよね。うん、だからそれで子供作れっ
って言われても、まあ、できないし、それこそだから国が相当の支援をしない限りは、うん、まあ、難しいよなっていうのはまあ事実ありますよね、間違いなく、うん、まあ、世界的に見ても先進国っていうのは人口減少で、うん、やっぱり途上国が、まあ、あのたくさん子供を産ん で半分ぐらい死んでいくんだけど、うんうんうん、あの労働力にも変えたいからということで、そうなんですよね、うん、もう全然なんていうかな、人口を増えるような要素でもないんだけど、いやそうなんですよ、あの先進国でこの人口減少してるんだけどこれがとどまってる、うん、うまくいってるっていうのが今、うん、ね、たくちゃんが言ったフランスとかね、うん、あれはやっぱりこの日本はどうしても結婚して戸籍みたいのがあって、うんうんうん、結婚しないと子供産んじゃいけないみたいな、うん、まあありますよね、ずっとあるから、でもフランスとかも事実婚でしょ、スウェーデンとかそうなんです、でしかもあっちって3人産んだらもう1人ただぐらいに なるぐらいの支援があるので、そうそうそう、うん、産みたくなるんですよね、2人産んだらもう3人目産もうぐらいな感じなんですよね、いや1人産む2人3人って産む、うん、どんどん産めば産むほど、そうそうそう、税金も安くなってくるんです、うん、それがだからないんですよね、これめっちゃいい考えだよね、うん、なんでそれ日本やらないだろうと思うんだけど、うん、日本は増税増税って言ってるからさ、そうですね、うん、減税っていうあの発想感覚がないんだよね、ないですね、間違いなく、でもこの少子化を止めるためにはうまくいってるところを真似ればいい、真似ればいいんですけどね、いや本当そうなんですよ、うんうん、でもなかなかね、まあ、コロナでまあ散々お金もバラバラ巻きましたし、税金まだ取らようとしてますもんね。りんちゃん何人ぐらい産むの？私ですか、産む予定ですか？産む予定あないの？今のとこ1人ぐらい、だからそれなんですよね、だから結局2人のお父さんお母さんに対して1人産んでたら半分になるんですよね、そうそうそう、うん、だから本来は最低2人か3人になるんですけど、2人産んでトントンっす、トントン、そうなんです、2人以上産まないと人口増えないんですね、だから 100% 減っていく一方なんですもうどういうロジックでも、もう減ることはもう間違いない、いや間違いないですね、でそれこそ本当にね、あのウクライナとロシアの戦争があって円安になっていって北方領土が狙われててっていうんで、尖閣もね、そうってなっていくと、まあ本当にさっきおっしゃった50年後日本は日本じゃなくなるっていうのは、まあ間違いなくあるだなっていうのはやっぱ今肌で感じますよね、みんな、うん、アメリカもね、ある程度人口減少をとどめてる理由は、うんうん、やっぱり移民国だから、外国から受け入れて、まあ、そういう形で保ってるし、労働人口もね、うん、やっぱり日本もさ、まあ、島国だから、やりにくいところはあるかもしれないけど、移民に関してはね、だけど、そうは言ってられない状況だし、そうですね、もうはるか太古の昔を考えればさ、うん、沖縄の人でも、純粋な沖縄人、琉球人って多分いないはずだもんよ、だって大昔もう何百年前たどっていったら、この沖縄本島にいろんなところから来てるこの歴史のあれも残ってるわけよ、うん、まあ、フランスとかヨーロッパからいろんなアジアからね、来て結局はたどっていったら、まあ、根血っていうかいろんな地が混ざってるわけさ、うんうん、でそういうのを考えたらさ、別に移民をどんどん受け入れて国際結婚もどんどんさせて、うん、子供をね産んじゃえばいいと思うんだけどね、うん、なんか遅いんですよね、全ての判断が日本って政治家のせいだよいや本当にっすよ、実際政治家が悪い、うん、全部遅いし、お金動かせないし、上で止まってるし、うん、ねえ、これはもうリキさんが、いや俺じゃない俺じゃない、いや最近ちょっとだけ話変わるけど、はい、最近イーロン・マスクがツイッターを買収した、はい、5.6 兆円ね、うん、でイーロン・マスクって俺ちょっとなんていうかな、アベンジャーズのアイアンマンの、うんうん、あちょっとボイですよね、ね、うん、モデルになった人っていうところから注目してたわけ、うん、ですごい天才肌でこうやって本当に何もないところからもうテスラとかスペース X とかどんどんね、うん、今ビル・ゲイツ抜いて世界の長者番付1位になってるじゃん、はい、でこのイーロン・マスクをあるどっかで聞いた時に、これ、はい、YouTube の中田敦彦のあれだったかな、はい、このイーロン・マスクの両親
はい、お父さんもお母さんもめちゃくちゃマイノリティというかさ、すごい根血だわけよ。お母さんはなんとか系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 フィリピン人とかさ、そうなんだ、すごい混ざってる。お父さんもよ、お父さんもなんとか系なんとか系なんとか系エジプト系なんとか人とか。だから要するに何が言いたいかって言ったら、根血は、うん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 、